はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サクスペですね。今回はシラス強化でキャッチャーを作っていきたいと思います。まああんまりキャッチャー作ってなくて、まあ、そもそもね、あの球界の頭脳を持ってるキャラがいないんで、だからあんまりキャッチャー作る気になれなかったんですけど、まあ、もう少しキャッチャー揃えていこうかなと思いまして、でそうするとキャッチャー用の金徳って結構いっぱいあるじゃないですか。それはなるべく揃えていきたいんですけれども、まあさすがに揃えきれないんで、とりあえず今回キミコちゃんを入れてます。彼女キャラですね、まあ、これでキャッチャー用の金徳2つ取れるんで、まあ、ささやき取るかミラクルボイス取るかはちょっと、まあ、やりながら考えていくんですけども、まあ、プラスバズーカですね。であとやっぱり打てるキャラにはしたいんで、独身術は絶対必須でしょ。あとアーティスト、新アーティストも欲しいんで、アーティスト要員で新海ちゃん と、ワールド守るくんを入れてます。まあワールド守くんはあと投手なんで、一応無限指導ができるから、まあ、プラスに働くかマイナスに働くかちょっと分かんないですけど、まああの一応そういう役目で入れてます。あとデンジは降格砲を取りに行って、で最後に降格砲を取って新降格砲にするという感じです。で、助っ人は特攻キャラというのかな、まああのシナリオキャラの、イルカちゃんをお借りしてます。 PSR クラボですね。でこれでまあやっていきましょう。 OK です。一応上限は全部突破させてあります。でまあ、天才も持ち込みます。早めに船長になりたいんで、でそこでちょっとね、彼女キャラそんなに追ってる暇はないと思うんですよね。だからなるべく評価上げちゃいたいんで、まあ招き猫は絶対必須でしょ。で今回は恋愛成就のお守りを持ち込んでいきます。まあ、体力回復もね結構重要っちゃ重要なんだけど、まあまあまあ今回彼女キャラ入れてるということでこれでいきます。彼女キャラ入れることによって、まあ、コツのキャラがね1人減っちゃうんで、それがどう影響してくるかといったところですね。で本来最初に彼女キャラを多少なりとも上げられればいいんですけど、上げられないんで普通にキャラの評価を上げていきます。まあ2人いるところがいいよね。でサポートキャラ、あ、天才に覚醒した。佐伯さん入れてるのは単に守備上限アップがいないから、それだけ。手持ちが少ないんでね、どうしても、まあ、持ってる中でやりくりをするしかないという感じで、96か。まあまあまあ覚醒してこれだからな、覚醒しないとちょっときついよね。あと覚醒1回残ってるんで。お、3人いる。新海ちゃんは結構上がるか。今の経験点って船長には上がれないね。動画がいても低いやつから結構いけるか。敏捷偏ってるから、ちょっとあるやつ一回上げきっちゃって、あ、無理だ、全然無理だ、全然っていうか少し無理だ。まあ指導して経験点をかけていきますか。臨床やたら手に入った。で、あ、一応変わったから触れたか。これで筋力もアップしたからいけんじゃないか。とりあえず船長になりたい。177、まず臨床をちょっと100くらい余らせて90まで上げるか。で筋力で、あ、無理か、筋力やっぱ結構使うもんな。だったら守備でうまくさばける。いや無理か、いけねえか。なんかこのギリギリの上がるところでいけば98とか持っていけそうな気がするけど、ギリギリ持っていけねえな。じゃあ待って待って待って、ギリギリでいけるところを狙いたいな。まず印象はだって余らせてるから、もうちょっと上げる。89、これで90か。ちょうどでも B のところか。2と1上げるだけで1上がんな。肩は2か。で1、一応パワーをちょっとやりつつ、まあ、技術は5だからな。
で、あと精神で持っていく感じか。で、95になったから、はいはいはい、よし、98ギリギリいったで、そこだと誰が上がる、17% か。また総力か。いらないっちゃいらないな。妄想してもしょうがないしな。最初はしっかり寝よう、ここは。で、キミちゃんが来て、よしよしよし、これ1回来てくれればだいぶ能力上げられるから楽になるよな。また総力、あ、まあ1回でいくか。だったらイルカちゃんちょっと上げていきますか。勝った。で、キミちゃんの許可マジでどうする、これ何がいい、どんな仕事、ここら辺の通常イベントが全然チェックかけてないからな。いるか、あー、キミちゃんいるけどな。東くんで一回交代できるか。まあまあまあ、まず最初だし、ちょっといいや敏捷か、またちょっと待って、今敏捷結構余ってないか。で、総合力も上がって、もう大体大丈夫でしょう。ちょっと余ってるやつから手札見てこう。呼吸も上げちゃって、 C まで上げるか。 OK、 これで船長返り咲いて、メンタルで、メンタルやっときたいけど、ちょっと1回練習しよう。追加、よし、2回くれば大丈夫。これはもうちょっと評価より、体力で下で金と進めるでしょ、からの電池か。これは東くんもう一回いけ、ちょっと待って、そうするとちょっと新海ちゃんと差が開いちゃうけど、どうなんだ、まあまあまあしょうがない、ちょっと一回筋肉欲しいしね、やるか。あれ、ちょっと待って、上げなきゃいけなかった、もしかして。これどうしようかな、あんまり体力減らしたくないしな。危ない危ない、ここで減ったか体力が。で、あ、まだ届かなかったのか。で、深海、あー、ここいいな、一回上げられる。これで深海ちゃんの戦闘力上げたいけど、いや、ちょっと一回ピッチやっちゃおう。評価上げつつ、コツも来てるから、これはお願いします。で、あ、もうそう、あ、メンタル来てんね。あ、これはもう絶対こっちでしょう。あ、増えない、これで船長奪われの、奪われの技術が足りてない。ちょっと一回 D くらいまで揃えるか。で、なんとなく守備上げて、肩 OK、 少し安いやつ潰しますか、そろそろ。流しも2あるからね。で、圧級ダイダで、スラフォーム突入、ムードホームシシプレッシャーランで、追い打ちも2アシスト、あと2あるやつ高い4になってるし、で、衝撃も取って、連発スロー、基本はもう2で潰していっちゃいます。で、からので、ここで返り咲いたら話にならないんで、これどっちになる、98、20は上がらないよね。ってことはこれでいいや。ってか、イルカちゃんの方か。で、告白来て、もちろんかけて、体力は回復しないで、一番しょぼいやつにして、まあ、バス停前勝てないから。で、仲良くなりたいんだけど、野球しよう。野球で仲良くなろう。体力下がってる、守備職人。で、こういう時にどうしてもな、
でお守りあるから別にそんな評価上げる必要もないからね。おこういう時に体力回復できないのがやっぱりちょっと痛いよな。でこれ夢は進めて、で次で切るっていいんだよね。あと結構こっ、おちょっと待って、負けるぞ、むしろ負ける、お勝った。結構金徳もばらけるからランダム性もあるんで、なんか対岸させてなんか二次特化できそうなものを取っていくっていうのはありかもしれない。で次は船長も取ったよね。で電磁とか打ち終えない。50いろはちゃんをあげたいから55だな。あ、ちょっと56、55。ダブルタックになってるし、でこれで構わない、君の評価は構わないよ。ただこれチームランクで早いな。あ、まだ届かないか。109、じゃあちょっとイッカちゃんを上げつつ技術を稼ぐ。監督評価も気にしないでいいからね。え、なんで独身術になってんの。もういらないんですけど。なんかあんまり変な選択肢にすると体力下がったりするかな。これ取ってある、いやいらない、これどうせ独身術でしょ多分。でも何もやることねえから取ろう。めちゃくちゃ使った、取れるようになってもらって、これあんまりなんかいいイベントじゃないよ、なんかいいのがない。階段さあ、そこからじゃあちょっとまたコツをつかみつつ、魔術師、あれ魔術師なんていつ取った、あれもう乾燥したなんかわかんねえや。打球のぐらいちょっと遠いとこ、今技術足んないかな。で最終打席でまた総力回っていうね、また総力回っていう感じなんだけど、まあやろう。これは優勝が余りつつありそうだな。で死んでしまうな。海底と妄想もあるんだけど、ちょっと待って、これさ、妄想って何、自動デートになってる。これ妄想ってさ、あ、体力回復するわ、妄想した方がよくね。じゃあえ、魔術師もう持ってんだけど、かといってさ、いらないっちゃいらないんだけどな。守備と、あのキャッチャー関係ないからね。で東君、守る君、イルカちゃん、しかしもなんかのし上がってきたな、やたら。ちょっと技術、いやーこれどうだ、低い方で多分上げ押し上げた方がいいんだよね。まだ最初だし、ちょっと12月だし、押し上げるか。光来た。今のところ技術が足りてない。精神はどうなんだ、精神くれたけどさ。でちょっとパワーがあるからパワーを上げつつ、臨床がやたら余ってんな。メンタルやりたいな。肩、あーなるほど、いいね。肩もまあ筋力だけど、まあいいやね。ラッキーボール。で、そもそもちょっとさばいとかないと溢れるぞこれ。何でさばく？拡張でさばくしかないんだよね。1、2、3、4、5くらいにしとこう。軽
からのメンタルイルカちゃん、ちょっとすげえ上がってきてんな。マモルくん、あーバック87か、87はちょっと無理だな。あーちょっとメンタルやろ。これ打ち上げれば大丈夫だったっけ。呼吸でメンタル切って、でイルカちゃんが戦闘になって上り調子自動で精神が初詣で、あのデート内容よくわかんない、結構なんか平穏がみたいな感じで言ってるけどさ、あ打撃いいね、あ守りってか精神もう溢れてるわ。でやっぱそうすると技術か、じゃあとりあえずミートは上げて、ちょっと上げちゃおう、 B まで上げるか、印象は A にして、パッターをそこ上げして、で守り君の場合は投手だから敏捷いらねえわ、何が来るか分かんないからね。あそうだよね、後ろカバーになるよね、また総力かい。ちょっと待って、で20枚上げちゃおう、でまた、まあ、やるっしょ、これだって守君指導したいんだけど、この場合デンジュー、やる気がなくなった、メンタルに来てんな。ゆかちゃんか96か、96は無理だな、まもるくんか 10% か、妄想かデートがはかどるな。いや回復したいな、これ一回普通に教えてもらおう。回避だし、左キラー持ってなかった、これそうだな、さようなら。これま、いや、いいだな、うん、D は危険がもう勝てるかどうかなんてかなり分だからね。これ三三は結構まあまあまあいい掴み方はしてるよね。あ海岸か、だからあまたメンタル来てるのってか、どうしよう、C からだって S にするとめちゃくちゃ自分の能力が上がっちゃうからね。ってことはちょっと東くん底上げするか、東くんなのか東くんなのかよくわかんないけど、レーザービームとかマジいらんわ、甲子園に。えどうすんのこれ、当たり前でしょ、体力は回復しなかったな。ちょっと特能だけ取るか、粘りは1でいくか、今の状態だったら。ロールヒッターとハイボールヒッター、レーザービームとかさ、潰しといた方がいいのかな、あんま取りたくないんだけど、いらない特能は取りたくないんだよね。5コブ5牛若、守備と1あれば十分か、取っちゃおう、あの敏捷余ってるしね、いや本当に余ってるんですよ。調整かけて結局なんか足んなくなるっていうのはありえるからな。いや結局1点取られて、いやいい勝負だ、あー勝った、すげえ、やはりギリギリの勝負をしてんな。あ60かでかいね。打撃に東くんが来てるから、これはちょっと一回東くんで帰り咲くか、35 10ちょっと上がったのかな。でアーチしたもんここで取ろう、あ回復されたね。でバレンタインで、いや回復量がちょっと少ないな君ちゃん、そういうキャラか、これはもうちょっとコツないけど取っちゃおう。で とりあえず肩が少ないから肩上げて、1個ずつ上げていこう、はい、
で来てるのは打撃。あー東くんか、ちょっとまた開いちゃうなこれ。まあやるか、ダブルターン、チャンスでご褒美。これはもう回復しないし、あれだしな。お、いいね、妄想がある。筋力で押し上げないといけないな。82か、ちょっと筋力上げていくか。筋力上げるか、パワー上げるのか。82とかだったっけ。精神をなんか結構上げとかないとな。151152、これかで、やでしょ。イブシリン、カジバのバカジカで上がった。金徳、電池、電池って何やってるの。シーロンからじゃん。あー体力を回復したいっていうのはあるけど、金徳を取りたいっていうのもあるな。チャンスはまあ2で潰すが、ちょっと精神少ないけど、こっちをねもうちょこちょこ見ていかないといけないからね。ここはイブシリンも2でいいでしょ。精神だな。じゃあ打球ではもう5になってるから大丈夫。他は OK か。精神だな。精神が足んなくなったな。回復したいな。一回回復すっか。ダブルターンで評価も全然気にしなくて大丈夫。カロリーバーを持ってきてもよかったかもね、お守りじゃなくて。まあまあまあ、ちょっと結果論になっちゃってるけど。じゃあここは守るくんで何かもらえますか。さあ何を見せるね。臨床技術か。まあまあまあ、技術くれたから悪くはないです。でここが金。あーなるほど、底上げしとこう。これは金になるからね。金とかも全部回収できなさそうだな、なんだかんだで、ね、金。あー守君か、だったらこっちでいいかな。あと何持ってるカンボ。そんなに体力減ってるわけでもないけど、まあ少しでも体力回復しとこう。評価を下げてでも。でまた金が来てて、メンタルに。守君か、じゃあちょっと待ってね、マジでわからん、どうすればいいのか。対左盗塁も取るでしょう。最悪押さえておくか、金は。どこだ、カンパってサイン察知なんだ。いや取っちゃおう。カット打ちからの、まあ抑えよう。ローリングか。ローリングも新ローリング打法あったよね確か。筋力、あずまくんこれで抜かれるな。その前に、でもあずまくん結構ギリギリできてるから、肩でドクタちゃんにやってもらうのも全然ありなんだよな。精神欲しいけど、まあこの2人で回していけばもう4月だしね、いい気がするんだよな。精神もう1回来るくらい来るっしょ。サポートありがたい。で、あメンタル来てんね。電磁かこの場合は。まあ、ここはそうだね、今回ここで船長に返り咲くから、そう考えるとデンジをやっておくのが OK。 どういう状況、ちょっと待って、一回全キャンセルして わけがなかったな。2上げればいいのか。じゃあ、まあ、ちょっと筋力は大量にあるからな。これ
リーバスか。僕たちと拡張能力だな。精神使いたくないから集客に、ってか技術めちゃくちゃ使うな。足りないんだよな。これでメンタルで電磁をやれば OK か。回復回復しつつ精神もらって、マグロ行動しよう。体力いっぱいあるから。あれ体力回復するんだっけ。なんかどっちがどっちか忘れちゃった。でイルカちゃん、ここはイルカちゃんで大丈夫か。デンジはもうちょっと論外だからな。筋力がまた溢れそうだな。この人も取ってらっしゃる。一発逆転とか、なんかそこら辺回収するか。リベンジ取ってしょ。ローリングで一発逆転。一層も取っちゃうか。で4番も取っちゃおう。あ、ブーストも取っちゃう。いや、まだ置いとくか。チャンスボール、大変かけストレート、なかなか難しいな。あれ、これどっちになる。イカちゃんもやってほしいんだけど。オッケーオッケーオッケー。ライジングキャノンはこれで終わって、これどうする。まあ、C だな。 A とかちょっと無理だよ。面倒見てください。精神誰。ここは一回返り咲かないといけないけど、東くん鍛えたところで大丈夫だよな。パワーでもいいか。てかてかちゃんめちゃくちゃ強いな。よし、OK。これで船長になって、あ、総力全然足りてねえやん。いや、ラム上げるくらいだったら大丈夫だな。でこれだってイルカちゃんも関係ないしね。あざ、これで東くん多少強くなって回しやすくなるっていう。おい、マジかよ。超絶めんどくせえ。サボり癖最悪だよな。でアーティスト取っちゃうでしょ。で逆境超尻合わせ、っていう感じか。2600か。ちょっとさばくか。25。もう多分経験点稼げる人って、まあ、能力の上限突破は当たり前で、拡張能力で査定を上げてくんだろうな。だってそれしかなくない。一応船長返り咲いたけど、ちょっとサボり癖っていうのかな。新海ちゃんもう無理やな、これ抜かせないわ。この2人で回すしかない。いや、回すしかないんだけどさ、どうしよっかな。サボり癖をね、どうするかね、お悩み中なんですよ。5か、まあ5上げるくらいだったらそんなに影響ないと思って、ちょっと上げちゃって、どう。ダイヤハンターを、あ、これか。これ下にすると多分体力下がって体力の最大値が上がるっていう。あー、これ何もやることねえわ。何もやることがない、マジで。妄想もやることないし、ってことはもう通院するしかない。通院をしろってことだな。 OK。 で筋力で、あー、まあ、イカちゃんか。もう上がらないからね、ここまで来ると。とりあえず筋力を稼ぐということでやってはおきますか。接戦。これパワーヒッターもらってるな。走塁とかもういらんだろう。いらんけど、これ軽
返り咲けるな。肩誰、ああ肩ももう無理だな、100まで来ちゃってるからな。大体あとないです、砂漠って総理とか。じゃあキャッチャーも2で一緒。内野安打もやって、ガン高速チャージもまあじゃあ来るか。ああ本塁制か、速攻ダバい。ああブーストか、まあブーストは結構重いからな。これでじゃあゲットか、さらに敏捷をもらえるからね、祝福。今何回デートしてる、自動デートあんまり発生しなくなって3回デートしなきゃいけないの。ここはじゃあデートありかな。いやおいしい、1回デートしよう、妄想もできねえし。でじゃあ何であげるって言ったら、走力とかいらなすぎるでしょ。ちょっと見た目とか、あと精神か。でこれでちょっとお出かけデート、キミちゃん1回デートしよう。体力の回復量がってか何か溢れたな。貧相か、やっぱり貧相溢れんな。技術がちょっと1回ずつ、もう1回ずつやっとくか。で打撃は全然あり、イルカちゃんもう1回返り咲くな。もうイルカちゃんとちょっと単独勝負になってきちゃったな。まあいっか、もう6月だし。すぎる、310とかめちゃくちゃ上がんな。あここも何もやることね、マジで何もやることありましたよ。で霊拾って敏捷があふれる、そういうふうにすると、ここここっちょっと重いな。接戦、んーちょっと技術だな今のところ。技術余ってるやつが結構あるな。チャンスメーカーは、あー技術だな、ちょっと技術結構やばいかもしんない今のまんまだと。とりあえず総力上げきっちゃおう。3、で、で、ナイスの妄想するか、妄想のデートをしよう。デートの妄想、デートをするんじゃなくて、どっちがいい、なんかどっちでもいいんだよな。あーじゃあこっちにしよう。ミラクルボイスの方だっけ。ミラクルボイスの方だよね。で船長返り咲きましたからの筋力が来てます。東くんはもうちょっとレースに乗り遅れたな。さてじゃあまたスカウトすれば1 1 1 1 2400か、220だからまあ大丈夫でしょう。ラインドライブはいいな。内野安打王、内野安打王って俺持ってたかも、何を持ってたんだか分かんなくなった。これでキミちゃんでも終わった、最後の自動デートで。まあイルカちゃんの方が経験点はもらえるし溢れてるし、てかマジでどうすりゃいいのこれ、もういい。いやこれ上げすぎても技術が足んなくなるんだよな。集客力の方が筋力を伸ばせるけど、あと10上げると3くらい上がるのか、戦場能力か。いやでもな美味しいからな、ちょっと見た上げ切っちゃおう。うん、やっぱ技術足んねえから技術を増やしたい。いくつ210でしょ、上り竜を得した、上り竜を得したのが俺イルカちゃんだよね。
またちょっとチャンスボール取るか、90使うのか、精神も結構使うな、痛いな。じゃあ2弾取っか、海岸しとく、なんかなんとなくだけど、臨床とあれで海岸しとこう。他何取れるかって言ったらもう分かんねえけど、分かんねえけど、さばくために海岸しとこう。で一発逆転王じゃなくて左キラー、あれ左キラーって誰か持ってなかったっけ、なんか分かんないけどいいや。左キラーは誰かがコツ持ってたから左キラーも二次得化できるよね多分。まあ試合はねちょっと甲子園の決勝以外はちょっとカットしていきます。で筋力誰、あそこか、どうだろうな一応筋力も溢れてるけど参加させるか。余る時っても2000とか普通に使い切れずに余るからね。あでもコツか、コツを回収するっていう意味ではありかもしれない。じゃあ試合やります。さよならスバル。そもそもでも金徳の方もさ回収していかないとさ、出てきたら金徳優先でいくか。総力はもう95から100になるよね。4は上がらないな、4は上がらない。アズマくんいるなでもちょっとメンタルで回復させたいな。こちらな、てかもう2900になってるからレーザービームかよ、使っとかないと対岸させるか。また300の500とか突っ込めればねそのままいいんだけどね。なんか外角質はいらない。なんかキャッチャー系のやつってあるっけ、そういえば総力バースト。これなんかすげえ変なの来ても困るんだけどな。いややろう、コルンとまあいいや。もう一回くらい船長回したいよね。なんか全然打てんかった。ホームラン1本と安打1本だって削る。赤肩かイルカちゃんか、これはいけんな。88でしょ、ちょっと筋力マジで溢れそうだけど。何に使うって言ったら拡張能力しかないんだよね。2500指導ラッキーセブン。でどうなってんだ、2700か、あふれそう。対ストレートチャンスボール取っちゃう、チャンスボール取っちゃおう。でコブンコブンとミラクルボイス取ってねえや。競争心ラッキーセブン、ささやきくらいか。いや意外に取ってないの結構あんなこれ。アベレージヒッターも取ってねえし、まっかこれで。よし OK で100。あれ船長どうなってる今よくわかんねえや。187がギリギリ届かなかったんだな。まあ碇君で筋力以外のものが来てくれることを祈ろう。精神まあ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 技術がいい。えってどうなってんの、もう毎回毎回だな。もうこれあれかな、交代するの無理かな。ちょっと揃えに行かないと足りないのは何か、圧倒的に技術なんだけど、僕の大体はちょっと全取りしておこう。連打、いやー足りない足りない足りない、技術が足りない。
はい、ストレートだな。ちょっと変化球あるけど、こっちが。しかも基礎能力も上げなきゃいけないからね。ここもあんまり打ってなかったな。ちょっと体力がもうないから、いやもう無理でしょ、これはもうどう考えても無理だよ。あ、交代は無理か。おとなしく寝るか。いや、おとなしく妄想するか。妄想も結構回復力あるからね。じゃあ試合に行きますか。シラス2回戦を見事突破しました。あ、キャッチャー俺か。俺の顔が出てた今。そういえばで、これはもうおおっていうか、まあ普通に金が来るか。何の金を持ってるんだ。これやってみんだ。データで見ればいいのかな。チームメイトで、パワーです。内野アンダー王、内野アンダー王は俺持ってないんだ。どこだ、内野アンダー、ないの。じゃあ回収しますか。最後にだいぶ精神できたんで、よしとしましょう。で、内野安打を取って曲げ切っちゃうか。いやマジで技術大事。どうだ、守備が意外に上がってないか。いやマジでギリすぎだろこれ。技術だけやたら足りてない。格だけ上がりそうだな。あ、もうこれ決勝か。そういえば2回の裏、シラス攻撃に入ります。先頭バッターのマスを投げた、ストレイク、ひざ元厳しいところ。第2球投げた、2球目ストレイク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、外れた、ボール。第5球、早くオクタビアを投げました。トライク、空振り三振。オクトスモークかと思った。4回の裏、シラス攻撃に入ります。この回のトップバッターは松尾。独身術が発動してくれると分からん。第1打席はスイングアウト。第2球投げました、どうだ。中間へのフライ、掴みました。無理だ、しかも負けるこのままだ。独身術を発動してくれない。独身術を発動してくれない。ノーアウトランナー1塁という場面、松尾今日は三振とセンターフライ。投げました、リンロー、オクトスモーク、いいとこがないな。第3球は見送ってボール、外してきたか。第4球を投げました、4球目ストライク。次は5球目、無理、打ちました、受けない。しかも2塁フォースアウト、ゲッツーになった。カジ変わった、やった。シラス攻撃に入ります。せめて1本ホームラン打ちたい。マスオ今日はここまで3打数ノーヒット1三振。完全にオクタビアにやられたな。投げました、これも2球目ストレーク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、もうノーヒットとか悲しすぎだろ。投げた、よし、オッケー。ちょっと際どかったけど、入った。なんとかホームラン1本って何点くらいの、100点くらいの気がする。基本10しか組んでや、しょぼすぎる。で、プローブで3位をバズがもらって、4番クラスもらって、セスタタクもらって、投手にして金額をもらって、経験点は4万超えましたと。確かに経験点はいい経験点出たんだけど、てか彼女入れても全然いくな。今思ったら、いやー375しかない。あとバズカ取って、こんなもんか。あともうひたすら1回集客が減った後も格を上げていくしかない。ひたすら格を上げる、それだけ。余った、強身体を。人気者になれる、人気者になってかつ強身体を向いてんな。あ、積極走塁いけんじゃん。よし、1300くらい余ったね。
もうないっしょ、だって給食とか別にしょうがないし、レーザービームとかね取れんだけどね、取ってもなっていう感じだしな。あ、 PE3 までいったわ。経験点が出ればもう拡張能力上げられるからね。あともう拡張能力を上げるっていうことでしか査定を上げるのは無理だからな。という感じで、PE3 の募集が、ポシュってどこだ、あった、で、OK です。はい、ということでやっぱりね、もうめちゃくちゃ点数は出るよね。あ、もともとそうか、天才にしたから、まあ、いかに早くやっぱり船長になるかっていうのが肝ですね、シラスに関しては。であと経験点を、まあ、うまく調整していく。基礎能力上げられないから、今どの経験点が余ってるのかっていうのが結局後で使わなきゃいけない経験点も把握しとかなきゃいけないんで、今回はちょっとやっぱり技術だね。最初なんか敏捷がめちゃくちゃ余ってるみたいなところで言ってたけど、技術がかなり足りなかった気はします。もう少しね、うまくバランスよく経験点取れれば、もうちょっと、強い選手が作れるのかなっていうところと、あと球界の頭脳ね、欲しいよ。球界の頭脳キャラがないのよっていう感じ で、二次得3つくらい取れるといいかな。まあ、うまく海岸でうまく二次得化できれば、まあ、海岸で二次得にはならないんだけど、二次得になる金得を海岸で先に取っておいて、まあ、二次得化するっていうのもまあ、ありだとは思うんで、まあ、魔術師とかね、左キラーとかあるはずなんで、二次得が、まあ、先にこれを海岸とかで取れれば、まあ、かなりいい選手ができるのかなと思います。まあ、シラスの強化は強いですねというところで、じゃあ今は、PE 選手を今度量産していくのに、まあ、また頑張っていこうと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。